尊重スタジオ中の人です今日もスタジオワンのちょっとしたチップスをお話ししますこのネタはスタジオワンの公式さんが挙げていたものを応用したものですまず最初に今日のお話はいわゆるコピーペーストの話ですコピーペーストは分かってるというところなんですけれどもこんなところにもコピーペーストが効きますよっていうそういうお話です 公式さんと同じでは面白くないので、一番上のところに、オートメーションをつけてみる。そういう時にはどうするか、これも、少しお話をします。上の赤いトラックに、ボリュームのオートメーションをつけたいという時は、下のチャンネルの、このボリュームフェーダーなんかをちょっと触りましたら、画面の左上が、ボリュームという風に変わります。そして、 それをこのようにして引っ張ってくると、ボリュームオートメーションのラインが出ます。これを、ペイントツールでですね、フリーハンドにしておきます。これでこのように、オートメーションのラインをかけたわけです。これを、他のトラックに適用しようとします。そういう場合は、これを選択ツールで囲みます。 そうするとこれが選択できましたねその時にコントロール CMac ではコマンド C を押しますそしてこちらのトラックの方に持ってきてこちらの方にもオートメーションを出しておきますこれをどこに貼り付けたいかということを例えばオートメーションを描き出した先頭などにカーソルを動かしておいて貼り付けをします するとこのように貼り付きますまずこれが1つ目のコピーペーストのお話です今度はオートメーションと同じようにスタジオワンではとても便利なゲインエンベロープという機能がありますこのゲインエンベロープは1つのリージョンを選択しておいて右クリックからゲインエンベロープマークこれをチェックしますこの時は ペイントツールに必ずする必要はありません。このようにポイントをいくつか作っておいて、そしてそのポイントを動かすと、このようにゲインを変えることができます。そしてカーブを作りたいときは、この中間点のところを操作すると、このように柔らかいカーブも作れます。 普通のオートメーションと違って見ただけで波形が変わったことがわかります波形を大きくしたり小さくしたりその場で確認ができるわけですこのようにしておきましてこの範囲を選択します選択するときはツールがどんなときでも Alt キーを押しながらこのように選択してこのポイントを選択できたら コピーをします。コントロール C もしくはコマンド C ですね。そして、下側のリージョンを選択します。このアタックを検出するのはどうしたらいいでしょうか。その時は、タブのキーを押しますと、何度かで、このベンドにたどり着きます。きっちり指定できましたね。この時点で、コントロール V を押します。 今は、ここのゲインエンベロープにチェックが入っていなかったから出てませんが、ゲインエンベロープをチェックします。そして、ここでコントロール V を押します。そうすると、このように上で設定したエンベロープ曲線をこちらにコピーすることができました。例えば、もう少し、後のアタックにも同じものを適用してみましょう。タブキーを何度か押します。 こここのアタックをを検出でできままししたね。ここ Ctrl-V 押します。はい同じケインの変更をいろんなところで適用できるというわけです今日はコピーとペーストの小技を皆さんに披露しました今日はスタジオアンのプレソナスがギターのフェンダーと買収合意という新しい情報が入ってきましたどうなることやらわかりませんが 有効的な買収ということですので。すのこれからももっと便利に一番の期待はフェンダーのアンプやエフェクターその辺のプラグインが無料でスタジオ案に付くことを祈っています。尊重スタジオ、中の人でした。